岡野診療院の岡野ですすよろししくお願いします今回はですね、DHA、EPA のサプリメントをお勧めできない3つの理由ということで、えー、お話ししていこうと思います。DHA とか EPA っていうのは、いわゆるフィッシュオイルといわれるやつですね、えー。効果としては、宣伝文句としてはですね、えー、血液サラサラとかですね、あとは認知症予防とかいうふうな形で、えー、売られているんですよね。まあ、必須脂肪酸のうちの1つなので、 えー、体内では作れないものなんですの、ね、で、外側から、えー、入れないと、えー、いけないものではあるんですけれども、サプリメントとして取るっていう風な意味で言うと、ちょっとおすすめできないというが3つほどあるということなんですねで。それをこれからちょっとご紹介していこうと思います。えー、こちらのチャンネルではですね、 こういう健康に関するお話ですとか、針に関するエビデンスの話ですとか、あとは針球治療に関する、えー、古典ですね、それに関する解説ですとかですね、いうことを、えー、主にお話ししているチャンネルになります。健康に関して興味のある方ですとか、針治療ってどういうのっていうふうに興味のある方は、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。 じゃあですね DHA、EPA をはじめとするフィッシュオイルに関する、えー、サプリメントですね、それをお勧めできない理由の一つ目がですね、2012年ギリシャのヨアニナ大学のメタ分析によるものになります。これはですね、過去に行われた数々のフィッシュオイルの研究から質の高いものだけを選びました。で、えー、およそ6万9千人分のデータをまとめて、えー、分析したというものなんですけども、その結論としては一つ目はですね、 えー、フィッシュオイルを健康な人が飲んでも意味がなかったということなんですね、えー、そして、えー、2つ目がですね心疾患のリスクが高い人ならフィッシュオイルが予防になるということなんですよねですね動脈硬化が進んでですねプラークがたくさん溜まっちゃってるっていう感じの方々であればまあこう中高年の 方々ですかねでしたら、えー、効果があるんですけれどもそれ以外の若い人たちとかですかね、えー、動脈硬化が特に進んでないような人たちが飲んでもそんなに効果がなかったよということなんですよねですので心士艦のリスクがある方はフィッシュオイルを取ってもいいんじゃないかなとも思うんですけれどもただですね、えー、もう一つ2、えー、番目のおすすめできない理由っていうのがあって、えー、それをお話していきます、えー、それはですねフィッシュオイル自体が えー、酸化しやすいということなんですね、フィッシュオイルは酸化に弱いんですね。えー、2017年のアメリカのハーバード大学医学部がアメリカで販売されている人気の、えー、フィッシュオイル3つを選び取ってですね、それがどれぐらい酸化しているかを調べたという研究があります。その結果ですね、3つとも全て安全基準を大幅に超えて酸化していたという結構恐ろしい。 えー、結果が得られてしまったんですねで最も参加していたものは、えー、基準値の約7倍参加していたということなんで、えー、結構危険な感じがしますよねですんで、えー、サプリメントで売っているそのフィッシュオイルっていうのはちょっともしかして参加してるかもしれないっていうことを考えないといけないんですねでそれに加えてですねさらに、えー、もう一つの おすすめできないい理由っていうのは酸化した油でで心疾患のリスクが増大してしててまうっていうっい、えー、事実があるんですねただしですね、えー、酸化した油で心疾患のリスクが増大するってことは分かってるんですけれども、えー、酸化したフィッシュオイルのサプリメントによって、えー、心疾患が増大するっていう、えー、エビデンスは今のところは出てないので、まあ、研究がそういう研究がないんで、えー、分からないんですけれどもまあ えー、酸化した油でそういうリスクがあるんであれば酸化したフィッシュオイルでもちょっと怪しいんじゃないのっていうふうに思われても致し方ないんですよね。ですので、えー、もしですねそういう心種感リスクの高い人が、えー、いらっしゃった場合はですねその DHA とか EPA のサプリメントではなくて、えー、イワシの水煮とかですね サバ缶とかありますよねサバの水煮の缶詰とかああいうのを週に12回ぐらい召し上がっていただくだけでも十分フィッシュオイルっていうのは足りるんですよねですんでサプリメントを購入して毎日飲むよりかは週12回のサバ缶イワシ缶を召し上がっていただくっていうのが私がおすすめします、はい、ですんで、えー、結論としましては DHA とか EPA の後のフィッシュオイルのサプリメントを取るよりかは、えー、サバの水煮缶とかイワシの缶詰とかそういうのを週12回取っていただければと思いますのでよろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。